ははいこんにちはパーカッションの高文です。この動画では、これからパーカッションを始める、始めたい初心者の方が、一番最初にこれをやるべきというテーマで話していきたいと思います。パーカッションが叩けるようになりたい、うまくなりたい、しかもできればなるべく早く、なるべく効率よくうまくなりたいという方に向けてですね、まず犬一番にこれをやってほしい、これだけは知っておいてほしいというテーマになっております。で結論、ズバリそれは何かというと、体をほぐすことです。 はい以上でこの動画終わりなんですけれども、まあ、もうちょっと詳しく解説していきますとはっ体をほぐすと何のこっちゃと思うと思います多分ねそんなこと言ってる教則本とか教則ビデオはないと思いますで今まで僕もね過去に何人もの方にパーカッションのレッスンを受けてきたんですけれどもそのことをですね教えてくれる人っていうかちゃんと伝えてくれる人今まで一人もいなかったんですよねただまあ僕自身が約20年ぐらいパーカッションを 叩いてきてき、まあ、自分なりに考えて研究したり、あとは自分の体を使って、ね、いろいろこう実験したりしていく中で、あこれはこういうことなんだなって気づいたり、あとはレッスンで,です、ね、生徒さんに教える中であ、結局これが一番重要なんじゃないかと、結局一番最初にこれをやった方がいいんじゃないかというです、ね、結論に行き着きました。でもうすでにパーカッションの経験があって、ある程度叩ける方で いや、そんなこと今まで全く意識したことないけど、別に全然普通に叩けますよと。そういう方でもですね、このことを今日から意識していただく、取り入れていただくだけでですね、パフォーマンス確実に上がると思います。なので、まあ、ぜひ見てみてください。はい、動画の前半では、この体をほぐすっていうことについての僕なりの解説をして、動画の後半では今日からできる簡単なエクササイズを紹介していきたいと思います。 はい、でそもそも楽器を演奏するとか、太鼓を叩くっていうのは、どういう行為なのかといいますと、すべて脳なんですね。人間の脳が指令を出して、こういうふうに動けという、指令を出して、その指令に従って体を動かして叩くと、こういった行為になっています。まあ、この点で言うとですね、これ、限りなくスポーツと同じなんですね。脳の指令に従って、思い通り、指令通り、体を動かして何か。 ことをなすとをす、えー、ただ、この音楽とスポーツ、明確に違うのはですね、圧倒的に音楽の方が耳を使うということなんですね。五感の中で耳を最も使うという行為でありますと。なので、まあ、そういう点ではですね耳を鍛えるということも合わせて極めて重要なことなんですけども、今回はこの耳のことは置いておきます。今回は体についてのことだけ解説していきます。でこれから新しくパーカッションを始めるということはですね、つまり脳からの新しい指令の出し方。 新しい体の動かし方、使い方を習得するっていうことなんですよ。で、この習得において、一番邪魔になるのがですね、体の硬さなんですよ。体の硬さは別の言い方をすると、例えばね、どっか凝ってるとか、どっか張ってるとか、まあ、そもそも肩が上がらないとか、まあ、姿勢が悪いみたいなことですね。ただ、もちろんですね、人間の脳と体って結構よくできてますんで、どっかこう、硬い状態っていうか、 どこかにストレスがかかっている状態でも何か新しいことを習得するっていうのは可能っちゃ可能なんですよ。ただまあ圧倒的に効率は悪いと思います。で、パーカッションに限って言うならですね、やっぱその硬い状態で何かこう覚えようとすると、やっぱ悪い癖がつきやすかったり、怪我につながりやすかったりします。で、例えというならですね、この体が畑でこれから何か新しい作物とか野菜を育てましょうってなった時にですね、この畑の土が。 カッチカチだと、これ、いい作物育ちませんって、そういう話なんですね。だったら、まず、この土、畑を耕してから、いい状態、いい土壌の状態にしてから、作物を育てた方が、より立派なものが育ちますと。しかも効率よく育ちますって、まあ、そういう話なんですで。なんでこのことをこんなに主張しているかというとですね、まあ、僕自身がめちゃくちゃもともと体が硬かったんですね。例えばなんですけど、こう背中で、 手を組むみたいなのあるじゃないですかこれがねこんな状態だった <laughs> 全く届かないみたいな今だったらこれぐらいは手を組むことができるんですけれども、まあ、当時はねこれぐらい硬い状態でしたとしかも姿勢も悪くてこうちょっと猫背気味だったんですねでこういうのをもうねすべて改善していこうということで、まあ、なるべくこうほぐしてほぐしてリラックス しなやかな状態、しなやかな体の状態を作るって、したことによってですね、劇的にパフォーマンスが変わりました。しかも、新しく何か覚えるってなった時の習得スピードがですね、明らかに速くなったなと思っています。でも、楽器を買ったばかりのね、初心者の方なんかはですね、早く叩きたくてしょうがないと、うずうずしているかと思うんですけれども、まあ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 、一旦落ち着こうと。まずはこう、体をほぐしてからだと。まずは畑を耕してから、 やり始めた方が圧倒的に上達できるよと、圧倒的に上達スピードも速いよと、そういう話なんですね。はい、ではここからは今日からできる簡単な体ほぐしのエクササイズを紹介していきたいと思います。パーカッションを叩くってなった時にですね、ハンドパーカッションでもスティックでもその他の小物でも全てのパーカッションでえ一番僕が重要だと考えている体の部位がですね、この肩甲骨周りですね。肩甲骨っていうのはこの自分の背中を。 触ってもらうとちょっとボコっと出ている骨があると思うんですけれどもこの周辺ですでこの肩甲骨周りがほぐれているしなやかにこう動かせれば動かせるほどパーカッション演奏する時のパフォーマンスが劇的に上がりますまあこんな感じで叩くんですねついついこの先の手だったり腕に注目してしまいがちなんですけれども実は重要なのはねこの根元の方なんですねこの根元の方が しなやかになればなるほどこの末端までのレスポンスも早くなります。はいではこの肩甲骨周りをほぐすエクササイズをやっていきます。よかったらこれ見ながら一緒にやってみてください。で僕今これ椅子座ってるんですけども立てる方はね立ってやった方がいいと思います。はいやり方簡単です。軽く手を開いて自分の指を肩の上に軽く置きます。で肩の上に置いた状態のままでですねこの肘をぐるぐるぐるっとなるべくこう 大きな円を描くように回します。これだけです。指を肩の上に置いて、軽く息を吸いましょう。吸って、吐く。吐きながら、ぐる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 ,ぐると回すというで。なるべくね、最初ゆっくりやったほうがいいですで。あんまこうバキバキバキっとなったりとか、どっか節々が痛いという方はね、無理せず、ゆっくりゆっくり。 やるとといいと思い思ますはと息吸って吐いてぐるぐるぐるっとおこういう感じですねでまあ今これ内回りっていうか内から外へ回すようにやったんですけどもこの逆回転やってみましょう吸って吐いて はい、でこの背中の左右の肩甲骨がですね縮んだり伸びたり縮んだり伸びたりという確認しながらやるとなおいいと思いますではもう一回いきましょうか指軽く開いた状態で肩の上に置きます息を軽く吸って吐きながら回す、はい、吸って逆回転回す はい、これをです、ね、もう日常生活の中でも思いついたら思い出したときにです、ね、こう日常的にやってみてほしいんですね。で、このあたりのこう血の巡りを常に良くしておくっていうことを心がけるといいかなと思います。でもあ余裕余裕とすげえスムーズに回るわという方はです、ねまあ、プラスアルファで例えばこう回しながらこの上体を左右に軽く振ってみたり してもいいいかなと思いますつまり息吐きながら回してこう状態をゆっくりゆっくり右に振ったり左に振ったりしてみるっていう感じでやりますとこれですねこう実際の演奏で使う実際のパーカッションを叩くくきに使う体の部位のストレッチになります。 はいというわけで今回はパーカーション始めるにあたって一番最初にやるべきこと一番重要なことがこの体をほぐすことであるといった内容と一番メインで使う、ね、この肩甲骨周りをほぐすエクササイズっていうのを紹介しましたでこのエクササイズは、ね、あくまで一例でありますで各々ですねその凝ってる部位とか抱えている症状っていうのが違うと思いますのでぜひ自分に合った方法エクササイズっていうのを探して 見ていただけるといいかなと思います。で常にこう体がしなやかな状態、緩い状態っていうのを作った上で楽器に取り組むと。そうすればですね、パフォーマンス劇的に上がりますし、吸収量、上達スピードも全然違ったものになると思いますので、えー、ぜひやってみてください。みんなで健康的にパーカッション叩きましょう。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報発信を毎日しておりますので、よかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。